押さえてろ、押さえろ。今までで最も大きな海流が。これがサイレンなんで、ここにあったんですね。なったんです。はい。松尾義則さん70歳。定年まで38年間小学校に勤務し、校長も務めた元教諭です。30年前の6月3日、43人の犠牲者を出した雲仙普賢岳の大火砕流を経験した場所は、山のふもとの小学校でした。急にあたりが暗くなったんですね。当時松尾さんは普賢岳のふもとにある島原第五小学校に勤務。大火砕流が発生した午後4時過ぎは高学年の児童の下校時間でした。この学校のすぐそばに消防関係のサイレンがあるんですけども、それが急に鳴り出して、何事かと思って確かめてみたら大火砕流が起きたんだということで。現場の教諭の指導などを担う教務主任だった松尾さんが真っ先に考えたのは、下校中の児童の安全確保。校長や教頭と相談して、グラウンドにも声が届く校内放送で呼びかけ、児童たちを校舎に戻すことに。職員で手分けをして保護者に迎えに来てもらうよう連絡しました。最終的に子どもたちを手渡したのは午後8時ぐらいだったと記憶してます。大火砕流で消防団だった保護者5人が犠牲に。そのうち1人は松尾さんが監督を務めていた女子バレー部のキャプテンの父親でした。キャプテンの女子児童は松尾さんに父親の面影を重ねて辛くなるからと、大火砕流後は練習後に車で自宅まで送ってもらうのを拒んでいたということです。そういう心の変調というのをきたす子どもが中にはいましたですね。担任の先生にお願いをしてですね、そういったケアできるだけ頑張ってしていただくようにということでお願いをしたと思います。大火砕流の翌日からは臨時休校。職員は児童がどこに避難しているかを把握することから始めました。8日から学校は再開しましたが、島原第五小学校は警戒区域となったため、職員と児童が登校したのはおよそ3キロ離れた島原第三小学校。午前中を第三小学校が授業をし、午後を第五小学校が教室を借りて授業をするという、そういうまあ、いわば二部事業のですね、スタートだったんですね。大変な状況を子どもたちは送ったんですけども、どんな状況でもやっぱり教育というのは大事だなと感じています。避難で島原市を離れる家庭もあり、全校児童はおよそ900人から300人ほどに減ったということです。ここがずっと子どもたちの花壇、学級園があって、その先が遊具があったところで、そして向こうが校舎があったところ。大火砕流から2年後の1993年、島原第五小学校の次に教頭として赴任したのも被災校、深江町の大野小場小学校でした。第五小学校もそうでしたけど、ここも全国からの支援とか訪問する人が多くてですね。1991年9月15日の大火砕流で校舎は全焼。赴任当時は仮設校舎でした。暑くなってくると大変なんです。いくらクーラーはあってもですね、朝教室に入るとムーッとするしですね、子どもたちは元気でしたけどね、大変だったと思うんですけど、見た感じはですね、まあ、やっぱり子どもってのは食ったくないなと思いました。およそ8年間の仮設校舎での学校生活を経て、2000年に現在の校舎が完成しました。敷地内には全国から寄せられた義援金を活用して歴史災害記念館を整備。当時の写真や資料を展示して噴火災害の継承に取り組んでいます。
この校舎の裏側を火砕流がこう流れたんですね。歳月が経ってきますと、もうその当時を知らない世代になっていきますよね。そうすると忘れ去られるということもありますので、学校の中でそういう教育をしていくという面と、それから地域でそういう面をずっと伝承していくという大きな意義があるんじゃないかなと思います。退職したら学校関係とは全く離れたね、別の経験というかやってみたいなと思って。小学校の教諭として経験した噴火災害、その記憶を継承するために選んだ場所は雲仙岳災害記念館ガマダスドームでした。修学旅行向けの講話や来館者への土石流火砕流の説明などを担当。2011年から6年間勤務し、最後の2年は館長を務めました。自然災害を後世に伝えていくというのが大きな目的の一つでしたから、知らない人にもこういったことがあったんだよ、大変だった、だから今の生活をどう生きていけばいいかにつなげていくような働きかけが大事じゃないかなと思いますね。学校現場で直面した噴火災害、その経験を継承してきたのは子どもたちの命を守るため。大火砕流から30年、噴火災害を知らない世代が増えてきた今、火山のふもとに暮らすことの意味を改めて考え、語り継いでほしいと願います。怖い反面恩恵もあるんですよね。いろんな自然の恵み、例えば水とか肥えた土壌、それに伴う農作物、恩恵があるからこそやっぱり災害というのは怖いけど共存していかなければいけないという部分はあると思いますね。伝えていく人がやっぱりいなければ廃れていきますよね。だからそういう意味では経験した人はもちろん、経験していない人もそういう話を聞きながら自分の子供、地域の子供に伝えていくという、そういう役割を担ってほしいなというふうに思います。